はいどうも、キムチャンズのあやかです。はい。今日はちょっとね、ヒロさん、残念ながら、忙しいので、一人で見るんですけど、かなり楽しみにしていて、ちゃんと見たいから、って言ってたら、こんなに日にちが経ってしまいました。はい。ベニュー101に出演された B First の皆さんで、グロリアス。はい。ちょっと、あの、残念ですけども、えー、ソータさんが、 えー、インフルエンザでお休みということで、はい。あの、本当に心配ではあるんですけど、逆に、逆を言えばこんなに今まで忙しくて、あんまりメンバーの誰かが休んだとかっていうのを見聞きしたことが私なかったので、逆にすごいなと思って。もう本当に、本当にすごいことだと思うんですよ。こんな忙しくて、いくら若いね、体力がある方々とはいえ、 今までちゃんとこう揃って出てたことが奇跡だと思うので、まあ逆にゆっくりしてほしいなとはちょっと思いますし、私がいつも心配してるのがそういう面ですよね。無理しすぎてないかなってで、あの、こういう職業って無理しないでねって多分周りの方にね、こう自分のペースでとか、体調、 あの、気を使ってねとか、いろいろ周りの方が愛を持って声をかけてくださる業界だと思うんですけど、まあ無理をしないといけない時期っていうのは存在していて、わかってはいるんだけれども、自分のキャパをちょっと超える活動をしなければいけない時期っていうのは正直存在していて、まさに、今はまさにそうなんじゃないかな。売れっ子って呼ばれるような存在になってる方っていうのはみんなそうなんじゃないかなと思うので、まあ正直こうやって休めるときはね、もう、がっつり、 休んで欲しいなっていうのが私の本音でございますが。はい。えー、なので6人のね、グロリアスを聞いていきます。スタート。歌って踊るグループがさ、立った状態で歌うとめっちゃ緊張すると思うよ。慣れてきてるとは思うけど、シュンとくんの服可愛いな、ほんで。はぁ、あ。 ジュノンくんの服もかわいい。やっぱりみんななんか、スタイリングがほんまにいい。レオくんの目が綺麗すぎる。あおー。ガチガチに踊ってる B ファーストもいいけど、あの B ファーストもいいね。そう思ってもらえるっていうのが嬉しいね。はい。 私多分ほぼ、ま、黙って見てたんちゃうかなちょっとじゃあ、私の気になったポイントなんですけども、気になったというかね、はい、心が動いたポイントをちょっとピックアップさせていただきますと、まずは、こんなに緊張するシチュエーションですけど、あの、たたずまいがっていうのは前からなのよ。たたずまいが余裕そうにする、もしくは余裕な雰囲気を感じるのは BFIRST の前からの 特技って言ったらいけど、あの、素晴らしいところでタフさっていうか、もしかしたら緊張してるかもしれないし、すごく、あの、調子が悪い時もあるかもしれない。けれども、すごく余裕そうにするっていうのが BEFIRST の素敵なところで、あの、いい意味で脱力して歌えてるっていうのはもう前からそうだなって、日に日にそうだなとは思っていたんですけど、あの、今回はそれに加え、 歌い方、そのバラードを歌う時のテンションの話ね、今回は。歌って踊るじゃなくて、歌に習慣、歌にフォーカスしたステージングをする時の今日のビーファースの話なんですけど、そのラフさ、いつも余裕だよっていう、その余裕もほら、色気に変わるって言ってるよね、いつも。余裕も色気に変わるし、あの、それがかっこよさにもつながるし、あと自信があるように見えるっていうことも、やっぱり、 ね、あの、憧れの対象ではあると思うから、人を前に出る方っていうのは。なので、そういうパフォーマンス、もしくはそもそものもう普段からそう思ってるっていう、その自負みたいなもの、自信みたいなものですね。は、あの、本当に出てると思うんですよ、今回。で、それ、プラス、歌、歌唱力自体に余裕があると思いませんでしたすごい生々しいやんだって。めっちゃ生々しい歌唱で、丁寧に歌おうとか、もちろんあると思うんだけど、 あの別にそこまで丁寧に歌おうとせんでもナチュラルに歌唱したんちゃうかなわからん。<laughs> 勝手な憶測やけど。そこまでの緊張感が、悪い緊張感がなくて、もともと持ってるポテンシャル、今存在する最高のポテンシャルを最高の状態でお届けしましたみたいな。もちろんね、ご本人の中で反省点とかあるかもしれないけど、 多分ファンの方とか、あとファンの方じゃなくても普通にこの番組見てて音楽番組好きやからバッて見てましたみたいなテレビつけてましたっていう方にもそれが伝わった歌唱力に感じました。すごいなんか、自信に満ち溢れてる。うん、そうですね。自信に満ち溢れてる。なんかそういうポジティブバイブスの曲だけじゃないから今回。その、今までの葛藤とかも含まれた歌詞があるので、もちろんポジティブバイブスだけじゃないんですけど、 ま、生きてきたことへの答え合わせ的な感じかな。なんかね。正直この歌詞の感情は私めちゃくちゃ思ってるタイプというか、すっごい共感できる歌詞なので、うーん、それも踏まえてかもしれないですけど、すごく感じましたね、それをね。はい。だから技術的な自信も感じました。なんか、パフォーマンスとして、ステージングとして自信あるように見せるっていうよりも、もう普通に立っててもまあ、ありのままでも、 ある程度自分に自信が持ててる状態みたいな感じかな。無敵モードみたいな感じかな。ランナーズハイの方の無敵モードじゃなくて、これ <laughs>、伝わるから。<laughs> なんか変な意味の無敵モードじゃなくて、がむしゃらとかじゃなくて、冷静に客観視して、今俺こういう状態、うん、大丈夫みたいな感じ。これ冷静な方の無敵モードに感じますね、今回の歌唱はね。 細かいところを言うと、まあ、グロリアス、でもそんな見てないよな。そうやな。そんな見てないな。グロリアスの歌唱ってそんな回数ないもんな。そういう意味では、あの、一番最初のレオ君のこれ以外なかったの、こうの言い方が結構強くて、これのこうの発音がローマ人に変換すると、K、KO、KO になるんですけど、そのうちの K の発音、 この息の音が結構強くって、最初からアクセントを入れてるっていう状態なんですけど、レオ君ってこう優しい歌い方すごく母音が響いていて、シーンそんな強くないっていうイメージなんですよ、私の中で。まあこれボイスレーナー的な見解ですけど。で、これ以外の方、精一杯っていうこのメロディーに対して、まあシーンをわざと強くして、こって言ったところ、そこにアクセントを強めに入れたところは、 あの、これ以外なかったっていうその言葉の意味を本当にこう強く言いたかったっていうか、すごく思っていた。そういうことを思ってた。みたいなことが、うん 強く伝わってくる歌い方やなと思って、そこに重きを置いたのはそういうことなんかなとかってこう逆算しちゃうんですけど、見ていると。でもまあそうなんやろなと思って、それ以外なかった、まあ人生の話だと思うので、彼らの人生でもあると思うから、この歌詞が。なんかすごい強い思いが伝わってくるのは、そういう小さなこと、あのー、K の発音がちょっと強かったなとか、そういうのは、 その彼らの思ってることが技術に反映していくことではあるので、そういうとこを見ると面白いですね。面白いってたですけど、すごい伝わってくる。どこを大切にして歌ってるかみたいなのがわかるよね。アクセントで。シュントくん。<laughs> すごい、あの、同時なんよね、歌い方。バラード歌うとき、確かに同時たらね、あかんねんけど。 動じるねん <laughs> あの、歌番組なんて緊張するシュ,シュチュエーションやし、歌にフォーカスされるし、なんかもうなんなら足ガクガクみたいな、体ブルブルみたいな、なんかそういうところがないっていうのが尊敬するっていうか、あの、シュント君もなんか王者の風格があると思いませんなんか、もうちょっとこう、軽い感じその、年齢に応じた、あの、ふんわりした柔らかい感じとかももともと持ってらっしゃいましたけど、 なんかどんどんどっしりして、あ、どっしりしてきたなんか筋トレでもしてるかななんかすっごいどっしりしてきて、王者の風格ってこういうことを言うんかなみたいな。が、ちょっと瞬時に最近感じますね。歌い方が安定してるのと、音程が安定してるのと、安定してきたのと、同時ないねんな、歌ってる時に。俺は俺みたいな。これはほんまになかなかできひんよ。俺は俺っていう歌い方するの。結構ハードやから、ほんまにすごいと思いますね。 それは、りょうきさんにも言えるけど、りょうきさんは昔からね、あのもう、やっぱり、か、そうですね、格闘技とか、いつも言うけど、空手とか、柔道とか、うん、体幹を特に使うような、なんとか道とかってつくような、スポーツとか、なんかすごい歴史が深いスポーツとか、なんかまあ、スポーツやってたら何でもそうかもしれないですけど、は、どっしりしてるので、説得力が強いのよね。だからあの、りょうきさん前からそうなんですけど、 まあ、さらにバージョンアップみたいなの,のもあるし、でもやっぱバラードを歌うとちょっと変わったなって思うものが柔らかさ、柔らかみ。うん、強さはもうみんな知ってると思うし、爆発力はりょうきさんがすごいっていうのは、すごいしゅね、周知されてると思いますけど、最近はもっともっと持ってる色気にプラス柔らかい色気が足されてるので、声がふんわりしてきた。そういう表現がすごく上手になられていて、 曲によってそれを変える、操るっていう感じになってきたので、聴いていて安心できますよね。もともと安定感あるのに、プラスみたいな。で、いつも言うねんけどさ、いつも言うねんけど、りょうきさんの失敗にもーのこのミックスボイス、裏声寄りのミックスボイスのこの発音がほんまに綺麗やねんけど、見本みたい。じゃほんまに <laughs>、これ、綺麗は習いたいぐらい、そこほんまに美しいと思いません。なんかね、日本、 で、歌習うと、結構、字声と、裏声、みたいな考え方でみんな行くねんけど、ちゃうねん。<laughs> 声ってもっと種類がいっぱいあって。まあ、その一つがミックスだと思うんですけど、声の最終形態、理想の最終、声の理想の最終形態っていうのは、どの声質もチョイスできますっていう状態だと思うねん。ミックスだけ、フューチャーされすぎやねんな、ちょっと。ミックスも大事。今みたいな失敗、 強めのね、裏声みたいなミックスももちろん大事やし、裏声、完全に、失敗にも、失敗にも、って、これ完全な裏声も大事やし、失敗にも、これ完全な字声みたいなのも大事やし、こう、いろんな声が大事なのよ、最終論。りょうきさん、ほんまそれがね、多分意識してると思うねな、いろんな声出せるように、やっぱ意識してるってのもあると思うんですけど、 まあそれをユナイテッドボイスとも言うと聞いたことがありますが、ミックスボイス、字声、裏声だけじゃないっていうのを、英語喋れるから多分、余計、なんちゃうかな、言語的に、韓国語もそう。 英語、韓国語は結構そのユナイテッドボイス、いろんな声をチョイスしていくっていうのが上手い方多いので、特に英語圏の人は上手い気がするので、りょきさんはそれちょっと入ってるので、この説明は結構難しい、専門的な説明になってくるので、この辺にしときますけど、かなり混ぜるのが上手い。そう、発声のいろんな要素を混ぜるのがりょきさん上手くて、それがすごい気持ちいいですね。マナトさんは今なんか自分の歌いたい歌い方にすごく、自分が歌いたかった歌い 方そのこの R&B の要素を取り入れた歌い方を実現できてすごい楽しそうに見えるのは私だけでしょうか,なんか ボーイズグループっぽい歌い方ももちろん勉強したと思うんですよ。ちゃんと歌うっていうか、ちゃんとリズム取って、あの、インテンポで歌う、爽やかに歌う歌い方や、かっこよくがなりを入れた歌い方とかもあるけど、マナトさんのもともとの好みとか素質とかポテンシャルとかセンスとかがいっぱいそのエッセンスが詰まった、ちょっと r ビっぽい間の取り方。このトンをつなぐをみたいなこういう歌い方は、 やっぱ、取ってつけては絶対できんから、レイちゃんもそうですけど、レイちゃんとかもあれ、取ってつけてやってるんじゃなくて、勝手になるからやってるわけじゃないですか。その勝手にやってるのがすっごい楽しそうで、もう見てて、私もその R&B 系が好きなので、今まであんまりおらんかったなと思って、そういうタイプ。あのー、マズルというと海流くんタイプだと一緒だと思うんですけど、グループではそういう歌い方ってどうなんだろうって多分悩んでしまう、悩んでしまう歴史が今まで多分あったんだけど、B ファーストでは、 マーゼルでは、まあ、いわゆる BMSG では、その歌い方は、あの、個性として受け入れてくれるっていう、そのね、器の広い事務所ではあると思うので、そこがすごい見ていて、面白い。飽きないですよね。みんなが同じリズムを取らなくてもいいわけじゃないですか。ただ、歌唱力が、まあ、はっきり言うと歌唱力があんまりないグループだと、逆にリズム統一しながらね、最初は。だってそうしないと、 うんとみんな好きなように歌っちゃうから。個性個性って歌いすぎるとバラバラになるから。なんだけど、そこが統一されてたら、その後の延長線上は、もう基礎があるから好きなようにやっていいよっていうグループなんですよ。これは彼らが今まで b ファーストになるまで培ってきた、あれがあるから荒れって。<laughs> 基礎があるから、経験や場数を踏んできてるからできることであって、素人が真似しちゃいけないんですけど、これが、 あの、他者を聞きつける要因の一つじゃないかなと思います。なんか今日すっごい私、あの、すっごい上舌やと思いません <laughs> 今日あんまり調子良くなかった今日はあんまりできるから、言葉もあるから思ってんけど、今日調子いいわ、はい。もう、ジュロン君のいいとこ言おうかいつも言ってんねけど、今日ちょっと再現しようか調子いいから。<laughs> あの、当てて欲しいとこに当ててるっていつも言ってるのは、もう伝わってるんじゃないかなとは思うんですけど、それを再現するとするならば、冒頭ね、やっぱサビの冒頭絶対に期待されるであろう場所なんですけど、夢は、夢は、夢は、これが綺麗に当たってる状態。当てて欲しいとこに当たってる状態。当てて欲しいとこっていうのは上顎の南郊外って呼ばれる場所なんですけど、そこに綺麗に当たってると、夢は、 なんか開放感に溢れてて、声が遠くに飛んでて、なんかこう希望に満ち溢れた、スカッとした、なんか聞いてる人がスカッとするような声、なんですね。それが、当たりが悪いと、夢は、こんな感じ、夢は、音程もちょっとフラットするし、なんか濁った感じ、こもった感じ、そうね、こもった感じに聞こえるんだと思います。なんか歌別に上手いけど、なんかちょっと当たり悪いなって思うときは、 音程がずれてるっていうよりは、当たってる場所がちょっと濁ってる、ずれてる、的がずれてる、もしくは範囲が狭い、もしくは下に力が入ってちょっと濁っちゃってるって感じで、夢はちょっと悪くはないけど、みたいな。なんか自信なさそうに聞こえるとか、声がこもって聞こえる、声がちっちゃく聞こえるっていう状態なんだけど、ジュロンんはそれが、スコンってできるようになってるし、まあもともとできていらっしゃったと思うんですけど、正直、あの、オーディションの時からできてたけど、それが、 再現性がすごいできてきた。構築されてきたので。毎回、夢は綺麗に当たってて、テンションいつも上がってるのはそういうことですね。はい。あと前に言った、あの、ジュノン君ってリズム普段あんまりとって歌わへんのに、なんなら踊りながら歌うわけやから、メロディーの リズムとダンスのリズムがいつも合致してるとは限らないし、というかどっちも違うことの方が多いじゃないですか。で、あの、今回は立ってる状態でリズムこうやって取って歌うのもちょっとバラードやから世話しないからしないっていうことだと思うんですけど、ほとんどのみんなそんな感じなんだけど、ジュノン君の声がリズム感が良すぎるのよ。あの、取ってない。リズム、そのメロディーのリズム取ってないのに良すぎるのよ。どういうことか。 どういうことか。これ今日説明できる気がする。えっと、もしリズム感、そんな感じない。めちゃ普通。まあ普通リズムは取れてるね。ぐらいの感じで歌うとすると。夢は僕らを照らしていつか共に輝くその日を待ってみたいな感じ。 になります。別にリズムはそんなずれてないし、普通に4拍子は取れてるよね、ぐらいなんだけど、ジュノン君のすごいとこは4拍子じゃなくて、16かな ?16 拍子取れてんちゃうかなまあ、8は絶対取れてると思うねんか。って思うぐらい細かいのね、リズムの取り方が。だから、こうやって、こうやって細かく撮ってるわけじゃないんだけど、そういう風に聞こえるのよ。どういうことかっていうと、ジュノン君のしてることを可視化すると、夢は、

僕らを照らして、いつか共に輝く、みたいなやつ。伝わったこれをジュロー君、普通の、なんてうの、なんもリズム取らずにやんねん。めっちゃリズムがいいのよ。これが言いたかったの、いつも。今日はなんとかできたんじゃないでしょうか。はい。ちょっと私もさすがに練習しないと、こんなん余裕でいつでもってわけじゃないですけど。 ほんまにリズム感いいよ。だから、ジュノン君リズム感に関してあんまりこう前にアピールしないのね。リズム感の良さってやっぱりこう、ソータさんとか、リョウキさんとか、あの、マナティとか、こう、やっぱり前に出てくるような歌い方をするので、あ、すごいリズム感いいなって、まず目につくんですけど、私は。あの、ジュノン君意外とって言ったらあれやけど、3人が凄す,すぎてね、その、歌い方のアピールが上手いっていうのもあるけど、 ジャロン君マジですごい。<laughs> ほんまに、これはね、多分リズムに関して勉強した人、例えばドラムの人とかじゃないと、なかなか私の言わんとしてること伝わりにくいとは思うんですけど、多分リズム感いい方だったら私の言ってることが、わかるわ、わかるよって言いたいことはわかるよっていうふうに伝わってるんじゃないかなと思います。なんか、冷静にリズ,リズム感いいパターンってあんまないから、ほんまに言ったら上手い人ってそれなんですよ。ほんまにすごいと思います。私さ、竜平さんに対してさ、 私が思うことがあって、すごくこう不思議なオーラを持ってる方なんですね。まあみんなもちろんなんか独特なオーラを持ってるんですけど、なんか、例えばさ、今の時代って LGBTQ かなとかが、こう結構表立ってお話をされるようになってきたりとか、理解が少しずつですけど深まってきたりとか、そういう時代じゃないですか。 男子、女子だけじゃなくて、中性的なのも受け入れられるような時代に少しずつですけど、なってるなっていう印象の中、中性的っていうのは、いわゆる中性的な格好してたりとか、お化粧がそういう感じだったりとか、っていう中性的な方っていうのは今までたくさんいらっしゃったんですけど、なんか、竜兵さんの不思議なところ、魅力は、なんか、別に、あの、中性的な格好してるわけじゃないっていうか、その、別に普通に、 男の子のメンズの服着てても、お化粧を例えしてなくても、スタイリングが男っぽくても、中性的やねんな。なんか、色っぽいからかな。あと繊細女性っぽさ。女性 ぽい、いわゆる女性っぽいって言われる繊細さがあるからかな。なんか、そういう色気を感じるんですよ。だから、スタイリングのおかげでとか、お化粧のおかげで中性的に持っていくっていうのはいっぱいある。今まであったし、韓国のアーティストだったら結構多いのかなと思うんですけど、リュウヘイさんはそういうことじゃない、内面的な中性感があるのかな。それか、うのとさののバランスがすっごいレベル高いところで両立してるみたいな感じかな。それが歌に出てるのよ。 なんか、歌い方色っぽいのはそういうことなんかなと思うんですけど、だってキーも、リュウさんどっちかというと低いところの方が得意で、あの、低い音結構かっこいいじゃないですか。なんだけど、中性的やねんな。なんか不思議、不思議すごい。中性的って言ったら、歌で言ったらイコール声が高いとか、男性だったらね、あの、注音域が結構なんていうかな、細いじゃないけど、綺麗な声の人とかが多かったの、今まで。でもリュウさんそんなことなくて、副用かだし、どっちかっていうと、 太めだし、声も。なんか不思議なのね。だからすごい、歌唱力ももちろんあるし、いろいろ見る視点はあるんですけど、エッジかけて歌うとか、うーんって歌うとか、そういうのもあるけど、それ以前の問題の魅力っていうか、なんか、 解説、だからまあ言語化しにくい魅力を持ってる一人ですよね。なんか、今まで出会ったことがないタイプなのかもしれない。この言葉にできない思いっていうのは <laughs>。まあそれはみんなそれぞれあるでしょうけど、私の場合は竜兵さんのタイプがすごい新しく感じる。あ、なんか本当に次世代な感じがするって思うから、今っと見たら全部が答え合わせみたいになんねやろうなとは正直思うんですけど、なんか、すごい、スカイハイさんの言いたいことが今になって、後から、 すごい追ってくるっていう経験っていうのが最近増えてきたかも。前から分かってたつもりやったけど、負に落ちるというか、え、この未来予想してたんすか、ハ、は、イ、い、さんみたいなことが最近多いのが、まあ、竜兵さんと、シュント君かな。やっぱり年齢的なものもあって若かったから、それを見抜くのが、 なんていうのかな難しかったのね、私は。すごい難しいことしてんなって、桜井早さんを見て思ってたけど、すげえなって、今になって、その若い人のポテンシャルを見抜いて今に至るわけですから、すごいよね。はい、ということで、ちょっと大興奮の歌声分析会になっちゃいました。リアクションだけかなと思ったんですけど、なんかすっごい、んージャストの答え合わせ感じゃないですけど、すごい生々しい歌唱だったので、こう、ありのまま、 だったと思うので、なんかこう、そうやな、ザストの頃の自分に言いたい、見てほしいって言いたいっていう動画になってたんじゃない動画撮影動画テレビになってたんじゃないかなと思いますね。なんか、この未来が見えてますかみたいな。<laughs> なんか、なんとなくはわかってたかもしれないけど、ここまで、こう、クリアにはっきりはやっぱわからなかったから、すごいなぁと思って。ちょっと ビーファーストもすごいし、スカイハイさんすげーと思いながら今見てました。はい。ということでちょっとテンション上がっちゃいましたけど、今回はもう完全歌声分析機会になりました。はい。もし一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。